じゃあこうやって水も泳いで、ね、はい、できるんですけど、はい、ちょっと見てくださいこれ、ちょっと滴ってる水が。皆さんこんにちは、ファミ通の北口智美ふんです。そしてこんにちは、本間うららです。ということで今回は12月3日についに発売となります PS5、PS4、スイッチ、あと Steam でも出ますライダーのアトリエ2、失われた伝承と秘密の妖精をご紹介します。アトリエシリーズで同じ主人公で2作目作れるの今回が初めてなんですね。そうなんです。それだけね、ライザちゃんが人気あったっていうことなんです、ね、いや可愛いですからね、ライザちゃんね、うん、世界設定っていうとどういう感じなんですか。世界は一緒なんですけど、その舞台が変わってて、まあ、今までの空剣島っていうライザが生まれ育った島から、はい、今度はオートにすごい大都会に舞台が移っちゃいます。ちょっと大人になりました。そう、ちょっと見てくださいよ、こう、なんつうのかな、髪もねショートになって、こうで、はい、こう健康的なのはそのままなんですけど、あ、いいですね、ちょっとね大人っぽい感じもある、うん、絶妙ですね。数年後ってことですか。3年後です。3年後か。都会に来ましたけど、このライザちゃん何するんですか。ライザちゃんはですね、ここでそのアトリエを構えながら、うん、オート周辺に遺跡があるんですけど、うん、そこの調査をしてみようっていうことになってます。ああ、じゃあその辺をちょっと ご紹介していこうと思います。はい、ライザちゃんが、はい、住む暮らすことになるアトリエはここなんですけど、あ、見えてたんですね。そう、見えてた。どうですか、ちょっとおしゃれ、おしゃれくない、可愛いやついる。え、この子です。はい、見ちゃいました。はい、プニっていうものも何をしようかな。これなんかアトリエシリーズよく出てくるやつですね。そうですね、はい、もう最初から出てくる、まあ、最初にぶつかる魔物、はい、うん、なんですけど、この子を育成できるっていうシステムが加わって、これ一緒に暮らしてるんですね、こいつと。そうですね、なんか訪ねてくるんですけどね、いきなり。実はこの子前作にも出てきてて、何をしようかな、ライザちゃんのアトリエがあった隠れ家にね、なんかいつの間にかいる子がいるんですけど、その子が追っかけてきたっぽいっていうちょっと描写もね、実はあるんです。これ何できるんですか、こいつ。この子にね、ご飯をあげてみると、うん、レベルって書いてある。レベル、そう、レベルがちょっとね、これでよっと育てられるわけですよ、ね、体力、色つや、機嫌、そう、このね、3つのパラメータがこう毎回ちょっと変動するんですけど、はい、あげる餌によってね、姿が変わった、このご飯をあげるとちょっとお出かけしちゃうんで、はい、機嫌良くなったのかな。1日くらい経つと、まあ、お腹空いたって帰ってくるのかなって。その時にね、こういろいろお土産持って帰ってきてくれるんですけど、そういうのがね、こういうアトリエの装飾の小物だったりとか、はい、わかります、このぬいぐるみとか置物とか、うん、小物をね、こう今回このアトリエに自由に飾れるようになっているので、うんうんうん、でそこをこう彩る楽しみもあると。この辺じゃ本間さんが置いたやつ。そうそうなんですね。このプニゼリーとか、ひよこちゃんとか、まあ、お好みでね、いろいろもっと装飾アイテムいっぱいあるんですけど、はい、そういうのはこう集めて飾る楽しみもあります。じゃあちょっとあいつ帰って寝ればいいんですか。俺寝たら寝ますよ。じゃあ寝ましょう。ちょっとだけ休み、じゃあ朝までおやすみなさい。ぐっすり、おお、かわいい、こんにちは、みちゃん。一枚家も出るんですね。そうなんです。あ、帰っちゃう。帰り。ブニ、帰ってきたみたい。装飾アイテムもたまに持って帰ってきたり。なんだこれ、配達用大砲。どういうこと？ドーンって飛ぶってことですかね。これ初めて見ます。え、竜の肉とか持ってきてるんですか。そう。これも素材、錬金術。倒したのか。やばくないですか。そういう感じでですね。レベルも上がる。レベルも上がると。元に戻る。で毎回こう戻っちゃうんですけどね、姿、はい、じゃあどうしますか、錬金やります、ライザだから。あ、もうやっちゃいます。今回もですね、はい、そのこの輪っかマテリアル缶っていう中に材料をね、ボンボン入れていくだけでも完成しちゃうっていう、お手軽錬金なんですけど、はい、もうこだわるのはこだわれる、すっごいこだわれる。ライズは錬金術師だから、うん、いろんなものを作ってそれを人にあげたりとかして、まあ、暮らしていくってことですよね。そうですね、掲示板とか依頼を受けて達成してお金を稼いだり、はい、アイテムを得たりっていう要素もあります。業者なんですね。じゃあね、じゃあ作っ、じゃあ試しにね、なんか作ってみますかね、はい、代表的なのは海ですかね。まあいろいろこの条件にある材料を入れるだけでも
完成させちゃえるんですけど、もうそれすらもちょっとめんどくさいわっていう人は、お任せ投入っていうね、こうボタンがありまして、うん、設定をこうちょっと高めの品質にしようかなとかいう時、うん、自動で入れてくれるわけです。すごいのできちゃうかも。何もかけない。すごいのできちゃうかも。楽チンですね。もう一回言ってもらっていいですか。いいですよ。フラム。はい、フラム行きましょう、はい、属性っていうのがマスそれぞれにあるんですけど、はい、ここだったらね、あの炎、はい、赤い色でねこう示されてるんですけど、はい、それの、あの属性入れてから考えるのもありかな。穴分かるかな。穴開いてるやつどこ。こう今赤いの光ってますよね、はい、ちょっと一回外しますけど、はい、あでね、ここに、はい、何を入れよう。属性値が3っていう、はい、材料ポンって入れちゃうと、はい、いい感じかも。効果がこうつく、はい、っていうことで、そのただ作るだけじゃなくてこういう効果もどんどん乗せていくとすごいアイテムが作れちゃうっていうのがやっぱりこう魅力ですね。ちょっと交換とかも入れてってみてください、ね、何入れよっかな。これはどうしようかな。これ右上に2個開いてるから2個の効果があるんですね。そう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 。で、ね、こう赤いのね、すごいのできちゃうかも。入れると今こう守りを失う章っていうのがつくと、うん、で今あの画面左上の方に効果123っていう効果一覧があると思うんですけど、はい、ここにもあの作った時につく効果っていうのがちゃんと表示されているので、はい、アンロック左上されてますけど、いけないですよ。それここはですね、この鍵付きマークついてるところはその炎×3、はい、赤い炎の属性が、はい、何を入れよう。ちゃんとこう入ってれば開くよっていう。すごいのできちゃうかも。その条件がね、アンロックの条件がこの属性値なんですけど、はい、その属性を満たす材料をちゃんと入れてあげればどんどん開いていく。次はどうしようかな。そうやって自分でもできるけど、うん、それが難しい人はさっきその本間さんが言ったオートでやると自動的に全部条件満たすにボン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 開けてくれるから、そう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 です、楽しいんだよ。楽しいんだよ。はあ、なるほど。でもなんかもっとこだわりたいなっていう人も、うん、もうとことんこだわれちゃうんで、うん、さっき言ったみたいにその効果をつけたり、はい、あと品質っていうのがアイテムそれぞれあって、品質が高いほどこう爆弾の威力が強いとか、はい、いろいろメリットがねあるんですけど、うん、品質どんだけ上げるかみたいのがプロ級の金術師さんたちの間でね、こう注目するところですかね。どこに行こうかな。今回あのよし簡単にね、その全部ファストトラベルできるので、はい、街中のカフェにちょっと行ってみたいと思います。めちゃくちゃ便利ですね。一瞬で着いちゃいますね。さあ、このその、はい、どんな依頼が依頼が張り出されてるので、うん、ここからこう受けられそうな依頼を選んですぐもう納品してもいいし、もうちょっと後でキープしとく、キープっていうか受けるだけ受けといて、まあ、ゆっくり達成するでもいいし、その敵を討伐するみたいなのもあるし、うん、その物持ってこいみたいなやつもあるわけです、ね、あるわけです。これならすぐに報告できる。これで必要なものを作って納品する。そう、うん、そういうことですね。これならすぐに報告できる。納品しておくと、はい、材料こうやって依頼主からの評価がね、評判が上がるわけです。うーん、こうやってその三つ星評価を目指す感じですね。なんか上がると何かいいことがあるんですよ。上がるとですね、そのお買い物が安くこうお買い物できたりとか、うん、あとその直接もっとこう高度な依頼を依頼されるようになったりとかもします。へー、はい、じゃあパドルを見せていただくということで、はい、じゃあここ今敵がいるので戦ってみたいと思いますが、はい、ね、普通に当たらないんだ。杖でこう、はい、殴ると、はい、いろいろメリットがあるので殴りたいと思います。先制攻撃かましてから、はい、今回コマンド入力式のバトルなんですよね。はい、こうね、リアルタイムでそのバトルに進んでいくんですけど、はい、自分のターンに行くからその通常攻撃とかフルとか選んで行動していく感じです、はい。はい、今操作してるのは、ライザーちゃん、はい、ライザーちゃん。おー、やられそうですよ。やばいやばい。お願いします。
ジャストガード出てた。ジャストガードあるんだ。そうなんです。でもその敵の攻撃に合わせてガードボタンタイミングよく押すと、はい、おお。わあ、やられそうやられそう。やばいやばいやばい。回復しないと。回復。ここはね、錬金術師の腕の見せ所ですね。はい、回復アイテムをこうやって、はい、戦況を変えるよ。変えるわけなんですけど。仲間の子が回復したけど、自分は大丈夫。自分がですね、HP はね、はい、青いリングで。あ、大丈夫そうです。ライトさん、お願いします。さ、やられそうです。やられそうです。で、スキルを使って。スキルは、そこの AP っていうやつを消費して撃つそうでございます。はい。AP は仲間の行動とか攻撃に溜まるんですけど、あっと敵の、敵が乱れ好きを。大丈夫か？大丈夫か？構わない。はい。倒しちゃいたい。おお、スキル倒した。これ移動は自分でやってるんですか？これはですね、ライザさんたちが自分でそのモヨモに動いてるので操作してないです。あ、へえ。コマンドだけ考えれば。最後にスキルってまだ倒せないけど、カレイドステップ。おお。かっこいい、うん、なんかスキルがすごいかっこよくなってる見どころですね。なんかバトルも悪いですね、わちゃわちゃしてる感じ。今回初ですもんね。そうなんです。こう普通の対イメンで戦うっていう感じじゃなくて、うん、敵味方入り乱れる、はいはい、スタイルになってるのですっごい臨場感がありますね。じゃあそんなわけで、ただちょっとバトルまだまだ説明でできなかったんで、うん、説明しますか。違う敵とか違う要素をね。そうですね、はいはい、はい。じゃあバトルの違う要素を見せていただけるということで、はい、はい、じゃあ早速戦ってみたいと思います。なんだ、殴るとですね、はい、このタクティクスレベルが今回レベルアップでした、はい、2から始められるので、下のゲージね、はい、タクティクスレベルはスキルなどを使うと上がるゲージで、はい、通常攻撃の連撃数が上がる、はい、殴った時にボンボンって増えるっていうね、はい。であと一部のスキルの効果が強化されたり、 AP の上限が上がる。今15だけど、じゃあ増えていくんだ。そうなんです。今15枚しか最大で貯められないんですけど、はい、このスキルを使うことによって、はい、増えてる増えてる、下のやつ増えてる。タクティクスレベルが上がると貯、はい、められるようになるんですね。今物理ダメージを与えてくださいみたいな仲間からのオーダーが来てるけど、はい、あれに応えることでいいことがあるんですね。そうなんです。そうなると、はい、仲間がですね、応えてくれる。その仲間のお願いに応えを仲間もそれに応えてくれるので、はい、今強化攻撃が乗って、しかもタンキックレベルが上がった。そう、今3までね、はい。でジャストガードボーナスでも AP 溜まってるんですね、はい、今回からね、ガードがね、要素としてありまして、はい、敵の攻撃に合わせてね、ガードボタンちょうどよく押してあげると溜まります。で今、上限が20まで上がってます、はいはい、で、物理ダメージ与えてみます。これはスキルじゃないとありますね。そう、通常攻撃じゃないと、はい、そのダングルのとはちょっと違って、スキルの物理系のスキル、はい、ライザさん、お願いします。まず一手倒しましたと。どんな相手でも油断は禁物です。これキャラクター今ライザ一人操作してますけど、はい、なんかキャラクター変えられるんですよね。そうなんです。このね、ボタンで他のパーティーメンバーの3人の時代に、ね、操作キャラクターを変更して、レスキなキャラクター使えると。まずは、はい、通常攻撃で殴る、はい、で、レスキが溜まったら、さっきの戦闘でこうウィークポイントとか出てましたけど、はいはい、スキルにこれが弱点だよとか教えてくれるんですか。そうですね、もう見た通りなので、それ使えばいい。そのものあったらね、あったね、なかったら誰かこうね、そのキャラクターを変えて持ってるといないかな。あ、ウィーク持ってる、持ってるっていう風にやっていくと、おー、タクティクスレベルが上がった。で、タクティクスレベルが上がると止められる AP が増えていくので、連続してスキルを持てるようになったり、20あるから、うん、10のやつと8のやつみたいな。そう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 、じゃあ今ミニフィッシュライザーとスピリットコール、おお、
でブレイク状態、電気がブレイク状態になったんで大チャンス。あで、仲間のまだまだヨガに入れていくよ。タクティックレベル上がって、おお、めちゃくちゃかっこいい、うん、で勝った。はい、じゃあまずこのライザちゃんが主人公なんですけど、はい、新キャラクターのセリさん、はい、ミステリアスでこう際どい衣装、はい、うん、でこの女の子のパトリツィアちゃんも新キャラクターで、うん、お嬢様ですね。もう刀使うんですね。はい、でもう一人、まあ、お嬢様といえば前作から出てるそのクラウディアちゃんも引き続き、うん、もっとね大人っぽくなりました。はい、で幼なじみのタオ君や、うん、その怪しげなトレジャーハンターのクリフォードさんも、うん、仲間になります。これ控えのランがこんだけあるって言ったら、はい、きっともっと仲間になる人いっぱいいるんですよね。はい、なんかねランが空いてますよね。はいはいはい、うん、であとパーティーの上クラウディアさんだけちょっとなんか枠が違うんですけど、そうなんです。何なんですかこれ。これがですね、そのサブメンバーを一人こう設定できるんですけど、うん、ここに設定した人は戦闘中に入れ替えて交代できるんですね。はあはあ、ちょっと実践でやってみましょう。交代、はい、が、ね、できるようになると、あの、はい、左下のアイコンが点灯するので、うん、また入れます。そうすると技打ち上がる出てきた。気をつけて。この交代も結構ね戦略性高いので、うん、今の、ね、あ、パーティーじゃんやられそう。この時はこうアイテムがね使うの得意な。今ライザのキャラクターチェンジでパーティーオーダーが発動した。そうです。でアイテム使って戦況を変えるよ。こういうふうに臨機応変に交代を始めていくと、うん、バトルに入る。はい、次はフィールドの探索ですね。はい、うん、ですね、どこに行くの。これワールドマップなんですけど、はい、一度行ったところある場所なら、うん、もうすぐファストトラベルできちゃうので、超便利。はい、しかもこう階層がいろいろダンジョンによって分かれてるんですけど、階層ごとファストトラベルできる。はい、はい、じゃあじゃあ森に行ってみましょうかね。でここでまあじゃあいろんなものを集めていくと、はい、こう花とかからも錬金術の材料が取れる。あのキラキラしてるところがインタラクトできるんですね。はい、ですね。これ今フィール夜ってことで時間の変化があるんですね。そうですね、天候とか時間の変化もあるので、あ結構、ね、星空とかも綺麗なので、めちゃくちゃ綺麗。探索はねいろんな時間に行っていただきたいですね。はい、でもここでそのいろんなもの集める。あ、泳いでる、はい、今回から泳いだりもできるんで、はい、あるアイテムを使うと、うん、潜ったりもできるようになるので。あ、潜るのは後ほどできるんだろう。はい、へー、じゃあその水底にアイテムがあったりもあったりもすると。取れた。本当、あ、声がちょっとこもってる。そこがね細かいね。じゃあこうやって水も泳いで、ね、はい、できるんですけど、はい、ちょっと見てくださいこれ。ちょっと滴ってる水が、ちょっとねこう色っぽい感じになってます。まあまあまあ泳ぎましたから ね、 ね、そうね、まあまあまあ濡れるだろうと。はい、これこの時雨とか降るんですか。そうだ、あの天候の変化もある、はい、そうだって言いましたけど雨降ることもある。え、もう一回はやらないです。もう一回やらないです。雨降ることもある。あると。じゃあ雨降ったら、あ、それはそれは。それはそれは。また素敵なね、お姿になるということで。はい。ロープって何ですかそれ。これがですね、こういうあのとある特定の場所に行くと、こういうふうにこう崖を飛び越えたりもできるようになるんですね。ああ、なんかあれね。ライザすごい活動的ですね。そうなんです、アクティブになって。あ、まあ、これも錬金術のアイテムを作ることで、そのこう行ける場所が広がっていくへ、ね、あとなんかその、うん、アイテム採取の場所ってなんかいろいろありますけど、はい、この人なんかピッケルとか使ったりするんですか。あ、錬金術師さんなんでね、杖とか、はい、鎌とか斧とか、なんか爆発する杖とか虫取り網とか、はあはあ、それなんか場所によって使い分けるってことですか。そうなんです、その取れる材料が道具によって変わってくるので、はい、そこもね採取の楽しいところではあるんですけど、すごい、あ、ちょっとまだ、ね、違うところ移動してきましたけど、木があります、木が、はい、この木にスイングって出てきてるんですけど、はい、ここでその杖で殴れば、こんなものまで素材に使うなんて、
果実とか。本当に錬金術の素材って何でもありね。木の実が取れるんですが、そうか、これ対応してるアイテムが出てるわけですね。取れるアイテムがアイコンで丸分かりなの で、 で次鎌を使ってやってみると、乾いてくるんだ。そう、樹脂が取れます。こう皮を剥いだんですよね、木でね、うん、あ、じゃあ取りたいものに合わせて道具を使い分けると。物は薬剤が取れます。ちょっと岩を取ってみると、これ、はい、道具の星は何ですか。星がですね、道具のランクなんですけど、うん、これを上げるともっとこう新しいアイテムが取れるようになったりっていうのがあるので、へー、はい、ですね、探索アクションもすごくこう追加されててですね、はい、さっきなんかこうビューンってターザンみたいなありましたもんね。ありましたけど、こういう狭いところをくぐるっていうアクションもね、はー、追加されてまして、おっ、はあ、なるほど ね、 ね、うん、なるほどなるほど、なるほどね、はい、はあ、まあまあでもね、こういうことやって、うん、ご男女の中探索していくっていう、そういうことです。あれも醍醐味ですから。醍醐味。先ほどの採取道具、はい、出てたんですか。それがスキルツリーっていうのがありまして、ここでレシピを解放することで作れるようになります。おー、 SP 左上のやつで解放するんですよね。そうそう、 SP でSP を消費して好きなとこから開けていくっていう感じです、ね。SP はどうやって貯まるんですか。その SP スキルポイントは調合することで主に入るポイントで。あ、なるほど。でそれで貯めて、うん、鎌とかのレシピを覚えて、で鎌作ると、うん、でこれ他にもなんかレシピとか今ありますけど、はい、このレシピは全部この作れるものはこれで解放するんですか。うん、そういうわけでもなくて、基本的にここで解放するレシピは、うん、この前作で覚えてたレシピ、うん、で本作で覚えるレシピはそのいろんな本を読んだりとかいろんな体験をすることで覚える、使えるようになるので、それまたちょっと別なんですね。じゃあ思い出してる感じなのかな。これ何から取るといいんですか、俺スキルは。個人的におすすめなのはやっぱさっきの採取道具と、はい、あと、まあ、後々聞いてくる SP 獲得量アップが先に覚えておくと効率よく SP がたまるので。あ、 SP の獲得量アップね。あ、だからどんどんこう開けていけるようになるかなと思います。うーん、あとね、その次だったらレシピ変化とかいろいろね、こういう能力いろいろあるんですけど、はい、この辺もね適宜は、うん、まあ、でも好きな方から上げていっていいと思います。あの伝承は本当だったんだ。俺の考えは間違いじゃなかった。いきなりあの伝承は本当だったんだって言ってる友達がいましたけど、あれも何のこと言ってんすか。これはですね、その王都の周辺に遺跡があるんですけど、はい、この遺跡に関する伝承が残されていて、はい、それを今回調べているわけなんですけど。あ、ライザちゃんが。ライザちゃんが、はい、遺跡の調査なんですけど、探求手帳っていうのを開いてみると、どこまで調べたかなっていうのが分かるようになっててですね、はい、その、まあ、ライザはその伝承に照らし合わせて遺跡を調査してるので、推理開始。伝承でちょっとこう読めないところを、私が知ってるのは情報をね、この当てはめたり正しく読み解いていこうっていうことを推理していく。これの情報、正しい、ね、答えをこう推理して入れていこうっていうですね。これ情報は、うん、そのフィールドを歩いて入手するわけですか。そうなんです。フィールドにですね、いろいろ手がかりが散りばめてあってですね、うんうん、アイザちゃんはこう特殊なアイテムを持ってまして、うん、このちょっとまあレーダーみたいな感じのアイテムを頼りにその情報をね探していくわけなんですけど、この明るく光ってるところにこう行ってみたいと思います。うん、どうやらこの辺にありそう。あった。あ、ここだったんですね。これを調べると、たくさん集めれば、はい、きっと遺跡の謎も解けるはずだよね。これでその情報が手に入って、さっきの必要な情報かどうかを照らし合わせて、まあ、組み合わせて成功すると何かいいことがある。何かいいことある、まあ、調査率がねどんどんこう高まっていくっていうことなんですけど、じゃこれも進めていくださいということですね。はい、はい、はい、ということで、ライザのアトリエ2失われた伝承と、秘密の妖精のですね、まあ、ゲームをご紹介しました。いや結構変わってるんですね。結構変わってますよ、ね、うん、ライザちゃんも可愛いですね。皆さんぜひやってみてくださいということで、これが
PS5、PS4、スイッチ12月3日に発売、Steam 版は1月に発売予定となってます。じゃあ、 最後樽の前にいるということはあれですよということでよろしいですか。はい、はい、皆さん恒例の樽、はい、いきますよ、はい、せーの、樽。ありがとうございました、はい、以上です。ありがとうございました。この動画が良いと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。